15パズル。15パズルは、スライディングブロックパズルの一つである。44のボードの上に44から1、すなわち15枚の、コマがあり、1区分の空きを利用してコマをスライドし、コマを、目的の配置にする。33のボード上で8枚のコマで同様に遊ぶ、ものは8パズルと呼ばれる。MN のボードと、MN-1 個のコマ、M、N2 に一般化できる。右下の隅、または、 左上の隅を空きとした配置を最終目標とするものが多い。空晶を利用したコマの移動のみが正しい手として許され、複数個のコマを外して並べ直すといったことが許されない等は他のスライディングブロックパズルと同様である。左上からカレンダーのような順に並べた配置に戻す、あるいはそのような配置から何らかの配置へ並べ替えるパズルである。 冒頭の図では12のコマ、または15のコマを移動させることができる。空白部分に隣接する縦、または横に連続した複数のコマを一斉にスライドさせても良い。例えば冒頭の図で8と12、13と14と15を動かす等である。コンピュータゲームではスワイプ等でそのような操作を許すようプログラミングされているものもある。ただし、 最短手数などの評価では、一手が異なったものになる。数字の渦巻きという問題を例とする。まず、初期配置は、以下の通りである。例えば、8のコマを下にずらせば、次のようになる。次に、5を右にずらせば、次のようになる。これを繰り返して、目的の形にする。一つの手法として、まず上辺や左辺を、 目的の配置にして固定してしまうことでより小さなサイズのパズルに帰着させ再帰的に解くというものがある。ただしコマが番号ではなく絵柄等の場合、端の行や列が分かりづらいこともある。コンピュータに解かせる場合も全局面を何らかの探索手法で探索して一定時間内に目的の配置に近づく手順がつからない場合に同様に部分問題に持ち込むよう。 フォールバックを入れる場合がある。1878年、パズル作家のサムロイドが15パズルで14と15を入れ替えた状態を元に戻すという絶対に解けることのない問題2000ドルの賞金をかけて出題した。このパズルで中毒になる人もいた。その検証により15パズルは大きく普及し、15パズルの商品も多く販売されるようになった。なお、 このパズルの原案は1874年にノイス・チャップマン、ノイス・パーマー・チャップマンがジェムパズルとして考案していたものである。このパズルの初期配置として有名な例に目的の配置から14と15を入れ替えた状態というものがある。一般化も可能だが、まずはこれを例として考える。15パズルを数学的に分析すると、 一個の駒のスライドという操作は、空きとその駒の入れ替え、絵と見ることができ、これは、軍論でいう、五感である。ここで、ある状態から操作を続けて、元の位置に空きが戻ったとすると、それには必ず玉数回の総作イコール偶数回の入れ替えが必要であり、その配置は、元の配置からの偶数回の五感、玉地感となってい一方、 14と15の入れ替えは1回の入れ替えであり、基地間である。従って14と15を入れ替えた状態から目的の配置にすることはできない。一般化すると15パズルではランダムな配置から指定された配置への変換はできないことがある。なお、基地間であれば絶対に解けないのは確かだが、多摩地間であれば必ず解けるとは限らない。パズルでは パリティの考え方といったようにも言われる。外してバラバラにできるコマだと、コマを紛失してしまうこともあるため、スライドはできるがコマを外すことができない構造にした製品などもあり、自作例もある。これは、解くことが不可能な状態にしてしまうことがない、という利点がある一方、パズルとしてはいきなりバラバラの配置にしてしまうことができない、という欠点もある。 コンピュータゲームでも MAX のダッシュボード、ウィジェットなどのように、いきなりランダムな配置になるのではなく、目的の配置からバラバラになっていくようなデモ式ののがある。N、N パズルにおいて最短手数を求める問題は NP 困難である。最短手数の定数倍の変形を求める多項式時間アルゴリズムが提案されている。 8パズルは任意の可能な配置へ31手以内で変形でき、31手が必要な配置は確認されている。15パズルは任意の可能な配置へ80手以内で変形でき、80手が必要な配置は確認されている。簡単なソルバーをプログラミングする場合、評価関数を書くコマの目的の位置までのマンハッタン距離の和とするのが手頃である。 日本では明治40年、1907年に書かれた書物、世界遊戯法大前に、重宝機替え、遊びの名で紹介されている。他の古典的、スライディングブロックパズルと同様、多数のパズル業者が製造、販売している。前述のように駒が外れない構造のものもある。また番号でなく何らかの絵柄をあしらって、いわゆるキャラクター商品等とするにも手頃であるため。 そういった商品も多く、成果のパズルできるんです。等がある。絵柄のバイジグソーパズル等と違い、区別が不可能なコマは避ける必要がある。コンピュータゲームとしての実装も多く、マックスのダッシュボード用、ウィジェッツ、ウィジェットや Windows Vista のガジェット等、デスクアクセサリー型アプリが多い。ファイナルファンタジー、第一作。 作中のミニゲームやゼルダの伝説風のタクト、やはり作中のミニゲームなど、ミニゲームとして仕込まれることも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。